日本神奈川県鎌倉市、関谷関谷は、神奈川県鎌倉市の大技、住居表示水宿施区域。郵便番号は二四七のゼロゼロ七号。鎌倉市の北西端に位置し、東部を鎌倉市白めぐり及び玉、玉名は西部を横浜市戸津角影取町、南部を藤沢市大義理及び、唐沢、北部を横浜市戸津角、小鈴目町及び堺区、坂へ行 田谷町と接する。また、戸塚区影鳥町内に飛び地を持つ。玉野は地域に属する。東部は、関谷川を中心とする宿と比較的急峻な、丘陵部であり、西部は、東部の丘陵部から、戸塚区との境界線付近を流れる滝野川へかけて、なだらかな丘陵部が続き、滝野川から、西側は再び休憩斜となり、戸塚区影鳥にある国道1号付近を両線とする。 大地の一端を形成する。障子として、石原屋と、セリガ、屋と、カジ屋と、下坪中道、島の神、長尺坊などが存在する。また、かつては三居という小技が存在したが、境界線変更のため現在は属さない。現在の玉縄五丁目付近にあたる。北東部の一部以外、大部分が市街化調整区域となっているため、東部は丘陵地を、 森林、八つ部を住宅地で形成され、西部は見通しの良い農地が広がる。給料部の谷間の土地を意味する野党を含む小技が多いのが特徴である。これらの区域は、関谷川が流れていることもあり多湿になりやすく、早朝の農務のためバスが運休することもある。住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、 関屋あ石原屋と898番53の地点で13万9千円平方メートルとなっている。旧鎌倉郡関屋村。北西部の関屋の内付近では、遊水が多く見られ、このため、縄文時代からの生活アートが、あずまただし人席に見られる。17世紀中頃の商法年間に、白巡り村定宗寺持であった関屋地蔵堂付近が、 相模国鎌倉郡、関谷村となった。当時の個数は36個。1633年に天縄藩領となり、1697年には天領及び旗本、長山史領、幕末になり旗本、根岸氏及び、フシ氏の愛 q となった。明治時代に入り、1889年4月1日の町村政志向に伴い、 関谷村は玉縄村に編入され玉縄村の大技となり、神奈川県鎌倉郡、玉縄村大技関谷となった。1933年、玉縄村は大船町に編入され大船町大技関谷。戦後の1948年に大船町は鎌倉市に編入され、鎌倉市関谷となった。1969年南側の阿座山郷付近が、 玉縄2.4から5丁目として分離された。関谷はもともと関谷と書かれ、玉縄城本丸への関所があったためこの名がついたと言われる。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は地内を通っていない。最寄り駅として大船駅、藤沢駅がバス、 自家用車、徒歩などで利用される。ありがとうございます。